Gungrave. やるのか。組織のことは忘れて生きるはずじゃなかったのか。その銃をまた見ることになるとは。好きにしろ。お前には調整が必要だ。深追いするな。時岡。昔の名だ。Tでいい。銃は、母が銃をグレイブに。安心しろ。銃は奴の元に戻った。じゃあ組織を、ハリー・マクドエルを止めてくれるのね。奴らは最悪の亡霊を目覚めさせてしまった。組織の人間は一人残らず墓場行きだ。
ガングレーブ。私、あなたに会ったことありますか？時岡から聞きました。ママの古い友達だったって。こんなひどいことに巻き込んでしまって。腕鳴らしは済んだか。これで組織の連中はお前が帰ってきたことを知るだろう。もう引き返すことはできん。ハリーを倒すまで屍を積み上げ続けるしかないぞ。 G ブロックの南端に廃工場がある。街に流れているシードはここ潰せば組織は大層な打撃を受けるだろう。仕切っているのは散したばかりのギャングだが、シード付けで力の加減を知らない連中へ気をつけろ。こんな形で俺たちが皮肉なもんだ。ビッグダディはあの世でどう思って、自らが封じた死人兵士の死、せいぜい気をつけ。
ガングレイブ。一度だけハリー・マクドウェルとまだ幼い頃握手をした後、笑って頭を撫でてくれ、なんで彼は私たちを狙う、私、自分があの組織の、でも、なぜ狙われなければならないの？ママとは、どんな関係だったんですか？少し、知り、ママとは、少し、街は随分と静かになった。シードが切れただけじゃない。組織とお前の戦いを多くの人間が固唾を飲んで見守っている。この町では最後の希望だとお前のことを噂しているぞ。しかし希望、お前にこれほど似合わない言葉もないな。タレコミがついさっきハリーの居場所について売りたい情報があると言っている。 K2 ブロックの中華街にいる情報屋だ。罠かもしれんが、あの子には母親譲りだな。とはいえまだ子供だ。眠る時も震えがと、こんな目に遭わずに。随分と調子は戻ったようだな。随分と調子。があるのね。新しいボスの顔見せで随分人が集まってるって話。バカらしい話ね。ヤクザ風情が偉そうに。私若い子だ。
やりてえならかかってこい。腹ごなしに遊んでやる。墓場へ U ターンだ、グレイブ。不気味な男たちに襲われたの。白くて正気がなくて、あんなの人間じゃない。組織は、ハリーはこの町の支配、それとも、たくさん人が死んだ。あなたは無事でいてください。あなたは無事。ハリーはタワーに隠れたようだな。難しいことになった。あの場所にたどり着くのは容易で、
この町を支えるタワーの火、ハリーはそれを掴んでいるのかもしれん。青白き不死の兵隊の噂は、やはり組織の急激な拡大の裏には、俺たちの技術も大概、ハリーもやってくれる。存分にやろうじゃないか。終わったら、すべて捨てて、どこか行きと。待て、グレイブ。今日は交換の日だ。チェンバーの用意はできている。ドクター、彼は？この体は全ての血液を定期的に交換せねばならない。奴が心と引き換えに手に入れた殺戮用の体だ。
ノブもしくじりましたね。反逆の理由はビッグダディへの忠義ですか。何ですかそれ。ジジイの忘れ形見がそんなに大事ですか。死人が一人前に。いいでしょう。ここがあなたの終着駅です。Gungrave。ドクターが私を助けてくれたあなたにタワーで会おうって。グレイブ気をつけて。私たち
が道場によくぞ参られた。しかし、ここまでだ。手合わせねえ。
ガングレーブ。変わらねえな。記憶が戻ってねえのに相変わらず強え。さっきの爆発、ここまで響いてきたわ。外は大騒ぎになってる。怖いけど、ここで待ってるわ。私なら平気。ドクターを一人にしておけないもん。もう、誰かを失うのは、いや、悪い夢を全て壊して、必ず帰ってきて、グレイブ。とうとうこんなことになっちまったな。あんたが消えてからも俺はあんたがやったように組織でやってきた。俺がこれからやることは全てあんたが叩き込んでくれたことだ。行くぜ。
どこまでも行こうぜ、ブランドン。薄暗いあの場所なんか見えなくなるくらいにな。力が欲しいな。そのための自由で大きな力が。ブランドン、私の組織が調和の時代を迎えた。私の望んでいた形だ。これからはゆっくりと生きたいものだ。マリアと腹の娘のためにもな。ブランド、私たちは汚れた場所で育ったけど、この子には普通の世界で生きてほしい。この子の世界を守ってほしい。ありがとう。ブランド、ボスをやろう。あるものを手に入れた。この町すべてを手にできるすげえものだ。いいか、これはチャンスだ。今やらなきゃ俺たちは上に行けねえ。それにマリアもお前のものだ。なんて臆病もんだ。失望したぜ、ブランドン。誰よりも上に立たなきゃいけねえんだよ。お前だけは分かってくれると思ったが。落ちろ、ブランドン。元の薄暗い場所へ。お前にはお似合いのグレイブだ。
よう、ブランドン。相変わらずせっかちだな。久しぶりに二人きりになれたってのに。二人で何でもやったな。見ろ、俺たちは世界の頂点に立っている。何でも自由だ。好きに奪えて、好きに与えられる。夢が叶ったんだぜ。なあ、ブランドン。お前死んでたんだっけな。忘れてたよ。そうだ、大事な人を紹介し忘れていた。ボスだ。死んだってのは嘘でね。時代に合わせてちょっと変わってもらったんだ。お前に会いたがってたぜ。楽しんでこい、ブランドン。
か。やれよブランドン、今度はお前の番だ。さあ